スタートしました。さあ先行争い、まずは5番のラスエモーションです。内から2番のラテロスと2頭が出ていきました。その後は2馬身差、1番のさやかちゃんは3番手控えます。6番のマドモアゼル、7番リリーノーブル、それをかわしまして17番コーディエライトが3番手2番手に迫っていきました。その外目から18番のロックディスタウン、後位の外目を進んで3コーナーのカーブに向かいます。あとは2馬身、内から4番のマウレア、外には11番ラッキーライラックが並んでいます。2馬身差中段から後ろに10番のハイヒールが行って、その後ろは内から3番のグリエルマの追走で、さらには16番モルトアレグロストメから、あとは2馬身15番のナディア、12番ソシアルクラブは後方、その後ろ8番のトーセンブレス、内から13番トーセンアンバー、14番のノーブルアース、最後方9番レグルドール。3、4コーナーの中間を過ぎて4コーナーに向かいます。5番のラスエモーショネスが先頭ですが、ストは17番のコーディエライトが並んでいきました。その後ろは1馬身半差、3番手28番ロックディスタウン、600を通過。2番のラテロスが行って、その後方からマドモアゼル、さらにはその後方外をついて上がってくるのはこれは6番のマドモアゼルです。第4コーナーをカーブして直線コースに入りました。さらにはリリーノーブルが迫ってきた。さあ先頭ラスエモーショナスが粘っているが、ロックディスタウン、さらにはリリーノーブル、外からムチを振るってラッキーライラック、その間狙ったのは4番のマウレア、あと200を切ってリリーノーブル先頭、外から11番ラッキーライラックが捉えた。3番手には4番のマウレア、体勢決した。11番のラッキーライラックゴールイン、11番ラッキーライラック差し切りました。